高清水橋は、福島県大沼郡三島町大地名入から、大字宮下の只見川に架かる国道252号、宮下バイパスの橋長320メートルの老瀬橋、桁橋。三島町中心部南側で一級河川只見川を渡り、国道252号を通す。東詰は、三島町宮下、西詰は、三島町名入に位置し、西詰で国道400号と合流し以後、重複区間となる。橋名の由来は橋西側の高清水集落から取られた。現在の橋は1977年度に始まった宮下バイパス建設事業に合わせ、福島県により着工され、1986年に完成したものである。旧橋は1935年に仮設され老朽化が著しく、幅員も 5.5 メートルと狭小であり車両、総重量14トンの制限が課されていた。前後区間も、線形不良、幅員狭小のためバイパス整備が選択されたのである。総事業費は18億6,000万円。施工は、川田工業、桜田機械工業、日立造船、宮地鉄工所、東海工業。橋上は上下対向2車線で供用され、下り線に歩道が設置されている。只見川の柳津ダム湖にかかり深さ30メートルの谷間をまたぐため、中央景観には橋脚の設置が困難であり、上部港の形式に、老瀬橋、欄川橋、車張橋などが選定され、経済的で外観が周囲、環境に調和した橋という観点から、比較検討した。結果十分なアーチライズを確保できる中地式老瀬桁が選ばれた。中地式老瀬橋として、橋用当時島町が国内10位に入る大規模橋であり、全日本建設技術協会により昭和61年度全県小道路部門を受賞している。当地は江戸時代若松と川口を結ぶ伊北街道とその対岸の西方、さらにその先の越後とを結ぶために高清水船場が設置されていた。明治以降、奥会津地域は、久定瀬峠など難所の多い伊北街道の整備が遅れていたために、経済発展から立ち遅れており、1891年に地域住民の強い要望によりようやく道路改修が行われ、沼田街道として開通した。それから遅れること3年後の1894年に、架橋が行われ、奥会津の悲願であった日の江又から若松までの馬車道路が全線開通した。ありがとうございます。